PR サーカープラブハットランジャンサーカーは、インド人の哲学者、思想家、社会改革者、詩人、作曲家、言語学者。同時に、タントラとヨーガの指導者の一人として知られる。彼は、生涯を通して様々な発表を行い、中でも今日のネオヒューマニズム哲学並びに、社会周期説進歩的活用理論プラウトイコールプログレッシブ、 ユータライゼーションセオリー、マイクロビタムの理論などを提唱し、その土台を作ったことで知られる。進歩的活用理論の思想的継承者として、米サザンメソジスト大学経済学部教授ラビバトラが知られている。博学者 PR サーカーは、インドビハール州、ジャマールプルの小さな町で1921年5月21日の満月の日に誕生した。彼は、 早い時期からで一人で瞑想を行い、様々な言語と他のテーマに関して素晴らしい知識を示し、幼少時より非常に利口な子供として知られていた。1939年にカルカッタ大学のビディアスアガルカレッジに進むため、サーカーはジャマールプルを立ち、コルカタに向かった。夜の闇の中、サーカーがコリーチャーンという名の悪名高い犯罪者を、里し、 彼の構成を手助けしたのはここであった。父親の死後は家族を養うために学問をやめなければならなかった。故郷ジャマールプルの鉄道本部で会計士の職に就き、16年間、タントラヨーガのスピリチュアルな技法を数多く教え続けた。1955年に弟子たちの養成でサーカーはアナンダマルガを設立した。これはサーカーの言う。 自己実現及びすべての人々への報酬の二大使命を帯びた社会的かつ霊的な組織である。サーカーの思想はアナンダ・マルガの理論を表す書物を構成するサブ・ハジタ・サングレイヤというシリーズ本にまとめられている。このシリーズ本はベゴバタ・ダーマに関する多くの重要な側面について簡単、明瞭、理性的に説明している。 様々なスピリチュアルな思想を解説しながら、ラーマーヤナ、マハーバーラタ、ギタ、コーラン、タントラ、ヨーガ、ベーダーアンタなどの他の聖典から関連した部分を論議したり引用して、精神的ダルマと哲学の様々な面を明らかにしている。サーカーの思想は、インドの古代からの霊的伝統に染まりながらも、その伝統的思想に新しい意味を持たせ、再生させた。 彼は、初期の弟子たちから呼ばれていた、シュリシュリオネンデムルティという名前の、霊的指導者としては、人生を瞑想と奉仕の実践に専念するために、志願した僧侶と二僧の団体組織を監督した。この僧の団体は、サーカーの教えを、インド国内と外国の人々に教えることができた。サーカーは、父親の成去後も、大黒柱として、 家族を養うためにジャマールプルでの仕事を続け、1966年に、ようやく、アナンダ・マルガのフルタイムの代表の役割を引き受けた。人生の後半、サーカーの主要な住居は、インド西ベンガル州コルカタのレイクガーデンにあった。また、特に初期の頃であるが、彼が、プラウト理論に基づいて設立した開発者コミュニティで、 ある西ベンガル州の田舎のアナンダナーガルでも多くの時を過ごした。アナンダマルガは1969年米国日支部を開き、1973年までにヨーガと社会的人生観を教える約100の地域センターを設立した。数千人の会員のうちにはアーシュラムでの共同コミュニティに住む者もいた。 スピリチュアルな哲学上のサーカーの教えは、現代ヒンドゥー教インドにおける、禁欲主義的修行の動きに影響した。彼のスピリチュアルな実践のシステムは、ベーダ体系とタントラ体系の統合と評されている。サーカーの、カルマ三内安さの概念は、あるヨーガ行者が、サーカーが、 サドビプラと呼ぶバランスの取れた精神を持つ人間になり、意識変容的な個人的修練を通して、意識を思考に向け続けることと、奉仕活動として、社会解放政策に参加することにより、完成されるという理念に基づいている。サーカーは宇宙を普遍意識中の夢のようなものであると、述べている。すべては普遍意識のエクトプラズム。 すなわち精神的物質から創造される。マイクロバイタとは物質を創造する初期の段階であり、素粒子の構成部分を形成する。マイクロバイタを構成する本質は、イデアである。マイクロビタムとは、サーカーが、統一上原理として提案し、生命の起源と進歩の説明を試みる、意識と生命の結びつきについての仮説であり、 意識の反射段階によって生命体が発展するというサーカーの理論に不可欠な説である。マイクロバイタの概念は、例えばどのようにして生命が光の速度より速く宇宙を進むか、どのようにして一つの細胞が自らを複合生物にまで複製することができるか、どのようにして絶対者の関連作用がポジティブなマイクロバイタを引きつけて健康を促進するか、 どのようにして天才が超意識のスキルを得るか等の現象説明の試みである。マイクロビタムという言葉は微細、微守的な生命体を意味する。マイクロバイタは科学的メソッドに基づいた概念ではなく小さすぎて実験的には観察不能と言われるスピリチュアルな概念である。サーカーによると現代の科学に基礎を置いた医学ではネガティブなマイクロバイタが 疾患の中心点に集中し、その集中は医薬品の効果に打ち勝つ可能性がある。おそらくこの集中効果は10年につき、約2、3の新しい疾患を生み出すだろう。サーカーの提唱するスピリチュアルな実践は、ネガティブなマイクロバイタを殺しポジティブなマイクロバイタを増大させると言われている。サーカーは現在、 薬剤の重要性は低下しつつあり、マイクロバイタ理論の応用だけが、新しい医薬品の開発を改善することができると、主張している。バルナの概念、すなわち、人間の心理的肉体的素質と動機による区分は、サーカーの考え方では次の4種類に表現される。ビプラ、クシャトリア、バイシャとシュードラ。サーカーは、時代の精水は、 上記のうちの一つのタイプの集団が交互に権力を握ることで起こると社会周期説理論にこの概念を利用している。社会周期説はおそらくオーロビンド号種やイブンハルドゥンなどの過去のマクロ歴史家による歴史サイクルのアイデアとつながるだろう。しかしながら時代の清水の周期的な側面と並んで直線的側面も経済と技術の 進歩が生活の物質的条件の変化を満たすという観点から重要であるとサーカーの理論は示している。だが、究極的にはサーカーにとって進歩とは精神性である。サーカーのスピリチュアリティは神化の個人的実現と定義される。ヨーガの瞑想修練と思想と行為の純潔に加えてサーカーは解放の手段としての社会奉仕に 大きな重要性を置いた。サーカーは人間の内面の開発のサポートが社会的環境には必要と考え、資本主義と共産主義の両方を人類がスピリチュアルな生き方の黄金時代に前進するには不適切な社会構造であるとして拒絶した。1959年にサーカーは進歩的活用理論、ネオヒューマニズムの主要な価値に基づいた。 社会経済学の理論を提出した。プラウト理論は、資本主義と共産主義のシステムの両方とも拒絶し、協力的に管理された企業と産業に基づいた、すべての資源の最大の利用と富の公正な分配に、焦点が合わされる。1968年に、政治的で社会的な行動を通して、彼の理論の理想を促進するために、 サーカーは組織、インドのプラウテイストブロックを設立した。サーカーのプラウトは、貧しい者の,の自給自足を刺激することに努めて、巨大な重要性を、リーダーと成功した者が、社会全体に持っている、道義的責任においた。資本主義についての深刻な問題、少数者の手の中の富の集中と、お金の回転における停止が、景気交代。 不況の根本原因にあると彼は考えた。経済民主主義の必要性を強調して、プラウトは、また蓄財の上の限界を主張した。これらのポイントは、多くの他とともに、外国と同じくらいよく、インドで、資本家と共産主義者両方からのプラウトの進行中の反対を結果として生じていた。ネオヒューマニズムは、彼の本、知性の解放。 ネオヒューマニズムの中でサーカーによって紹介された聖職者、精神的な拡張、エコロジーおよび社会的変化に基づいた理論である。それは人間性の理論と個人と社会が彼らの完全な可能性の開発を探す方法である。それは人生、社会の機能及び人命の多くの他の面のゴールにアドレスする全体感の人生観である。 ネオヒューマニズムの土台は PR サーカーが説明するところによると普遍的な愛情である。この見方は人間の心の愛情が無生物の世界と同様に全ての生きたい生き物を含めて全てを包容するべきであると述べる。宇宙の布地と親密に結びつくようにそれは人間性のビジョンを促進する。サーカーは 大きな重要性を人間が彼らの生活と非生活のバイオコミュニティを尊重し保護する必要性に置いた。動物、種の保存及び彩色主義の実行の実存主義の権利は従って直感的ライフスタイルについて激励されて重要な成分と考えられた。主に人々を誘導する二つの原則、すなわち利己的な喜びの原則と 社会的な平等の原則について、ネオヒューマニズムは語る。すべてのライフと人間が、一般的な構造で果たす信頼できる役割の、相互関連性の需要と同様に、ライフ原則としての他に、認めている、社会的な平等は、行為とサービスの実行をもたらしている。反対に、利己的な喜びの原則は、どのように人の行動が他に影響するかを問わず、人が、 ライフについての自分の喜びと成功を追跡するところである。ネオヒューマニズムの哲学は、それが、それを、利己的な喜びを促進する、偽り文化と対比して、社会的な平等を促進する、真の人類の教養と呼ぶものを促進する。その哲学は、理性的な考えと研究を社会的な平等の原則のもとに適用する。 精神的なプロセスと定義された目覚めた良心を通して知性を独断的で制限する眺めから解放することを要求している。理性的な知識のエリアは追跡する価値があるそれらのトピックと避けられるべきである、それらの中に除述される。この区別は研究領域がすべての情け深い福祉のためにであるかどうかを決定して、 人の良心との比較によってされる。アナンダ・マルガに対して、保守的なヒンドゥー教と、西ベンガルの共産主義者が敵対した。サーカーのプラウト理論は、1959年に提唱された後、1960年代に大衆化し始めたのであるが、これは共産党にとって新たなライバルの出現とみなされた。それだけプラウトは、新しいスピリチュアルで、 社会的な理論であった。1971年にアナンダ・マルガのメンバーの何人かがマルクス主義者と思われる群衆によって殺されたが、サーカーは彼らの死についての責任で告発された。彼は逮捕された後、殺人扇動の罪での刑務所に入れられた。数年間、刑務所に引き止められている間、サーカーは無実を主張した。彼の弟子たちは、その間、 サーカーが解いたスピリチュアルで社会的な教えのために投獄されていると主張した。サーカーは、懲役の最初から彼の弟子である修道士のいくらかの疑わしい拷問について不満を申し立てていたが、1973年2月12日に刑務所医師による大規模な毒を生き抜いた。サーカーは暗殺の標的にされていた。サーカーは、 出来事の適切な手法の調査を要求していたが、断られたために、抗議として長期間にわたる断食を始めた。この抗議は、1日に、グラス1杯のバターミルクを取りつつ、1973年4月1日から5年半に、わたって続けられた。その後、新政府によって、再裁判が行われた結果、彼は、 すべての点で無罪であると判決が下り、1978年8月3日に刑務所から釈放された。サーカーは釈放された時、断食を解いた。サーカーが投獄されている間彼の組織は世界中にサーカーの自己実現と奉仕のメッセージを広めていたことは注目に値する。刑務所からサーカーが釈放されたとはいえ、断食の影響で、 衰弱の激しかったサーカーの体が癒えるのには5年半を要したが、その間にもスピリチュアル的な農業やネオヒューマニズム、マイクロバイタ、社会構造に関する膨大な執筆や講演をサーカーは精力的に行い、その活動に全力を注いだ。また、音楽にも秀でていた彼は、 プラブハタサンジータと呼ばれる新しい教育音楽とも評される5018の歌を創作している。1978年始めから1979年にかけて各国に散らばる弟子に会うためにスイス、ドイツ、フランス、スカンジナビア、中東、タイ、台湾、ジャマイカ、およびベネズエラといった世界中を旅行した。 しかし、インドの政府の横槍のため、米国滞在だけは許されなかった。その代わりに1979年に、ジャマイカで、米国の弟子と会うことができた。サーカーは、彼の組織のためにフルタイムで働いた。また、彼は17年間に、多種多様なトピックについての著作を250冊以上、表すなど、広大な遺産を残した。彼は、 アナンダ・マルガを率いるスピリチュアルな教師であり、言語学者、博物学者としても活動したが、これらの著作としては、シャブダ・カヤニカを含む、言語学に関するもののほか、サンスクリット語で書かれた、百科辞典、単語集を、千五百ページ以上にわたって執筆した。そして、1982年における、ネオ・ヒューマニズムの哲学と、 1986年におけるマイクロバイタの理論を考案した後、彼は社会学、農業、歴史、文学、教育、医学、宇宙論、及び哲学について著述した。しかし、おそらく、すべてのこれよりもっと、彼の最も偉大な達成は、彼のプロバットサンギーットだった。1982年に歌を創作し始めて、わずか8年後に、 サーカーは複数の言語で5018の歌の創作を完遂した。カリキナンダはサーカーの最初の弟子であった。サーカーと出会う前の彼は未熟で犯罪に没頭していたが、サーカーとの出会いによってアナンダ・マルガに引きつけられた。そして最もよく知られている弟子の一人がラビバ・トラである。彼はテキサス州ダラスに住み、教えている 国際的に認知されたエコノミスト及びベストセラーの作者である。ラビ・バトラはサーカーの社会周期説とプラウトに強い影響を受けている。他に注目された弟子はサーカーの著作の主要な解説、解釈者になった未来学者のソヘールイノチュラが挙げられる。ありがとうございます。